CRD さんもはめてらしたタイメックスのクラシックデジタルが欲しいんですけど、シルバーかゴールドどっちかめっちゃ迷ってます。あのタイプはどうもゴールドが気になります。 CRD さんは、時計アクセサリーでシルバーとゴールドで迷った時の色の決め手とかセオリーみたいなものってありますか？僕基本的にあのゴールドアクセサリーとシルバーアクセサリーするときは全身、アクセサリーをシルバーに統一するとかゴールドに統一するってことをしてるんですよね。例えば今日僕これメガネしてるんですけど、これあのメタルなんですよね、銀色なんですよね。やったらもう指輪とかするんやったら絶対銀しかせえへんとか、いうふうにします。もうネックレスつけるんやったら銀色の、あのネックレスかせえへんとかってしますね。なので例えば銀と金で迷ってるんであれば、自分が今持ってるアクセサリーの中で銀と金どっちが多いかを見てもらったらいいと思いますね。それで銀の方が多いんやったら銀のアクセサリー、とか銀の時計にしてもらったら、銀の方が多いんやったらそのタイメックスも銀色にしてもらったらいいんじゃないかなと思いますね。そしたら合わせやすい。まあでもこれはね、一つの指標です。だから僕の中でのこれはルールなんでね、あくまでね。だからあんまりその、全部が全部そうであるべきとは思わないんですけど、まあもし迷ってはるんやったら、まあ一個の基準として、そうですね、自分の持ってるアクセサリーの色での中で多いもので、あのつける頻度多いもの、例えば、シルバーのネックレスをつける頻度が多いんであればシルバーの方にしてもらった方が、ここ銀でここ金やんみたいな感じのにはならへんかなと思うんで、シルバーのアクセサリーが多いかゴールドのアクセサリーが多いかで決めてもらったらいいかなと思います。もし逆にあの普段アクセサリーをつけてなくてゴールドかシルバーどっちかっていう風な感じなんやったら、逆に服の中でね、どっちの方が合うかなっていうのを決めてもらったらいいかなと思いますね。で、これ靴でも言えるんですけど、金と銀の合わせ方の時に、僕がうまくいった合わせ方っていうのが、金は黄色やと思って身につけたら割とね合います。金色って思って履いたり、つけたりとかすると馴染まへんかったりするけど、黄色やって思ったり、黄土色やとかね、ベージュやとかって思ったりする、要するに黄色の黄みがかった色的なものとして身につけると割と金もね合ってたりするんですよね、普通に馴染むというか。だから例えばカーキ、あの緑色とか迷彩に金色って割と合うんですよね。だからそういう感じで、その、黄色とかベージュやとかと思って金をつけると割とあったりします。銀色もそうですね、銀色やと思ってつけるとサイバーな感じするんですけど、銀色じゃなくて灰色と思ったら結構あったりしますね。僕銀色のスニーカー持ってるんですけど、銀色合わせるときは灰色やと思って合わせます。それかもしくはもうバチバチに銀色のアクセサリーと合わせるか、どっちかっていう形でしてるんですけど、まあ、もし銀色のアクセサリーがない場合は灰色として履くとね結構いいっていう風なところがありますので、ね、また参考にしてもらえたらと思います。